なる闇の力がバーンと解き放たれ、ソーンのごとく。白金さん、お疲れ様です。付き合ってもらってありがとうございます。はぁ、白金さん。あ、すみません、少しぼーっとしてしまいました。ねえユキナ、サヤ、今のセッションさ。ええ、さっきの新曲とはまるで違ったわ。はい、動画で感じた熱のような感覚、あれが確かに演奏の中にありました。それだけじゃない。彼女の演奏を聴いているとき、浮かんできた景色があった。でもどうして。ミラさん、そろそろ時間じゃないですか。どこか行っちゃうんですか。ミラさん、あとは私たちでやっておくんで、先に行ってください。あの、ありがとうございました。皆さんとセッションできて、私…ヒントですか？あの、ミラさん、一つ聞きたいことが。言っちゃったね。ええ、嵐のような時間でしたね。だねー、最初の想像と全然違ったし、びっくりしちゃったよ。でもアコはミラさん好きだな。話しやすくていい人だったもん。それにやっぱり演奏かっこよかったし。そうね、だからこそどうしてあそこまでの音楽ができるのか知りたかったわ。ロゼリアとはまるで異なるやり方だったから。あの、それなんですけど、もしかしたら私たちとミラさんは思ったより違っていないのかもしれません。あ、どういうことかしら。そのミラさんとセッションで音を重ねた時、懐かしいと思ったんです。懐かしいですか。はい、あの人の音と一緒に伝わってくる気持ちがあって、それを私はよく知っているような、そんな気がしたんです。自分でも不思議なんですけど、弾いているといろんなことを思い出して、フューチャーワールドフェスのステージや初めてロゼリアで音を合わせた時。きっとその時に感じた気持ちがミラさんの音の中にもあったんじゃないかと。私たちとミラさんが同じ気持ちを持ってるか。フェスの熱でもそんなことを言ってたよね。うん、ミラさんの演奏にもあんな感じの熱があるって。同じ熱と同じ気持ち、そう考えるとなんか関係ある気がしない。そうですね、フェスのステージで感じた熱は私たちが意図して生み出せたものではありません。もしそこに何らかの要因があるのなら、それはステージで音に込めた私たちの感情なのではないかと。あのステージでの感情、私もあのセッションを聞いていて思い浮かんだ景色があったわ。私が幼かった頃の記憶、リサとお父さんと音楽をしていた風景。あ、リンコの話を聞くまでどうしてそれを思い出したのかわからなかった。
でもフェスを終えた時の感情と照らし合わせて少し見えた気がする。あのステージで歌に込めた私の思いは。大丈夫